こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、ブルーアーカイブ始めていきましょう、今回行うのはモノトークですね、こちらをやっていきたいと思います。まず風花から行ってみるか。風花の全力絆ストーリーです。噂？忙しい。よくない。大人の事情？言い訳はダメだよな。うん。かわいい。海鮮料理？喜んでもらえてますね。素晴らしい。倒れた？まさか先生。え？そんな、裏目に出てしまったんだ。ん？あ、これで終わりか。いぶき行ってみましょう。なんかミカはエデン条約編を読み終わった後の方がいいみたいなんで、行ってみましょう。ピクニック、そうなんだ。これか。何？これ。リバーサルスタジオ。本当？
あ、よかったよかった。作ろう。クマさんゼリー、やばそう。煮干しはいらないや。うん、まあいいな、いぶき。お、どうした、いぶき。雨だった。雨降るのかな、つらい。すごい。シャレパークへようこそ。そう。どうしたんだろう。確かに。お。OK です。もう一個あるのかな？ないか。フィーナ。ヘルプ。行きましょう。なんだろう。人気を？え？
あ、やっちゃった。柴犬サイズ。お、柴崎ラーメンじゃない、ラーメンの。屋台ラーメンだな。花へ行ってみるか。花へのキザーストーリーを始めます。やばい、死にそう。浅いですね。トリカブトを根っこ。ゆうか行ってみるか。ブラックマーケット密輸品。見てよけへん。マジかよ。戦車？本当？キザストーリー行きましょう。エピソード3です。
マジかよ。3ヶ月分を貯めている。部屋を見つめて、あらー、いつもそんな感じだ。仲良く。なんか沙織が深刻だな。純子、働かずにお金が欲しい。純子アルバイトやってんだ。行きましょう。ルアーゾブって、あ、のバイトやってんだ。そうなんだ。モンブラン。今度は正月順子も行ってみましょう。見てみよう。かわいい。どう？似合ってるよ、すごい。犠牲はつきものです。大人のカードを使う。はい、
どうした？マジかよ、ダメじゃん。確かに。かわいい。なんかちょっと先生怖いな。トーク続きです。あれ、また優香が、罰則？4回目の絆ストーリーです。当番。そうでした。そうだな。アコだったらな、あれなんだけど。居住区で昼寝。確かに、確かに、いつも頑張り屋さんだよ。えらい。やれ、やるやん先生。嘘だろ。なんだろう。本当？学食か。ん？それってもしかして嘘料理？嘘物語。結構怒ってるな、純子。じゃあ偽物じゃん。うん。マジ？あー、なんかあるね。意味がわからん。なんで自分で怒るんだ。
あんまり食べたくないな。インターネットは嘘ばっかりだ。お、平時。キュリー、ハチミツがメロン。キュリと言ったらメロン。さあ、フィーナの続きは、ね、フィーナのキズナストーリー2回目です。11本。なんだそれ。恐怖映画とか。おお。え？そうなの？おかしら。にゃんにゃんパンチ。けれども、いや、お、夜だ。
うん。じゃあもう一回いぶき行きましょう。楽しくお仕事、笑ってお仕事か。いぶきおきざストーリーエピソード3。なんだ？ファルキューレ。シャーレを警察ですね。うん。はい。倒されたい。そして三回転料理です。コック、そしてレッドウィンター、すごい、いろいろ試してるな。すごいな。そうなんだ。何を言わずに帰っちゃった。花へをもう一回。うん？一望の。キッザストーリーへ。
お、勘弁して。どうしよう。どれがいいんだろう。マリー行ってみるか。マリーはメモロビーが解放されました。お、マリーだ。へえ、意外。あ、どうしたんだろう。いいな。いいですね。はい。しずこ行ってみましょう。
なんか、あ、ネオロビだ。いや、どうも。お？やばいな、これ。おかえりなさいませ、ご主人様。そうですよ。見ての通り、現在進行形でおサボり中です。不思議ですね。こういうことはしちゃいけないって、気を張ってなきゃって、ずっと思ってたはずなんですが、先生と一緒にいると、なんだか気が抜けちゃうっていう。やばいな、これ。ASMR が出るかも。次、シロコ行ってみましょう。どういう意味でしょう。ザストーリーです。いつもの最初にあった場所だな。どうして？疲れてる。
いつものコンビニ。こうして死ぬんだ。ということで、人によっては辛いとこです。さあどうするかな。星野行ってみますか。年寄せ、年って感激数。キザソーリーです。どうした？どうしたんだろう。誘ってる星野が。セロ、
成果行こう。手伝いするんだ。キザ装備。そういうこともやってんだ。え？マジ？いいね。春菜行きましょう。
そうなんだ。え？それで本当にブドウ酒になろうかな。やばいな、燃えるんじゃないのこれ。重い。行きましょう。そういうことか。オープンワールド系かな。数が足りない。フロムゲー？
先生なんか有能すぎない？ののみ以外に。次？マジかよ。怖いな。セナ行きましょう。お、モブか。腹筋界の。いつもどうなるの？だが断る。えぐい世界だよな。
温泉農家行ってみるか。え、今なんて言った？あやねが本当？どこだ？特殊適性。
なんと。そういう粒とどこか。大丈夫か。そうだったんだ。63まで落ちなったか。そうだね。岸田総理。
よかった。壁を壊したんかよ。やばい。これはトラックを破壊する予感。パパだけ良かったよな。暴走族？えぐい。これ最後にするかな。行きましょう。うんうん、そうだな。
ういうことで59ぐらいになったんで、進みましたね。これって、あ、もうちょっとだ。今日も良い一日になりますように祈っておりますね。どんどん。学園交流会では、それぞれの学園との交流。うん。よし、今日もいい天気ですね。今日も良い一日になりますように祈っていますね。どんどん。なんかすごい強力だな。あ、もう弾がない。出動します。あ、さっきあった。Okay. なんで回復しないんだ。ガンガン撃っちゃって、あ、でも時間がほとんどない。
良い一日になりますように祈っておりますね。おかえりなさい先生。あ、新たな患者さんですか？はい、ということで、今回は猛トークを中心にやってみましたね。また増えた未読メッセージが、なんでだろう。違う、ものが多いですね。ということで、近くまた猛投稿しないといけないかもしれませんが、次回は、ストーリーのエデン条約編のボル3をやっていくことになるんじゃないかなと思います。かなり入り組んいろんな団体入り組んでて、バラバラ考え方なトリニティ、果たしてどのような物語になるんでしょうか。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。